一般社団法人肌の市観光協会は、神奈川県肌の市に事務局を置く観光協会。肌の市の観光行政を補完する団体である。2008年の市との協定により、協会は以下の業務を担当することになっている。この地域の観光協会設立は1951年初めに、大臣や観光協会が設立されたことに遡る。設立は、愚坊山と、 鶴巻温泉が県と神奈川新聞社が選ぶ、神奈川新八景に決定した翌年で、肌野町を中心に、周辺自治体も対象とした広域的な組織であった。1952年秋には、観光協会により、矢光峠に山小屋、矢光山荘が建てられた。この山荘は、丹沢の山小屋の中でも古い部類に属する。合併して、肌野市となった後、 協会は、肌の市観光協会と解消した。協会の位置づけは、市の観光行政を補完する任意団体であり、設立以降、会長を市長が兼務するほか、養殖を市職員が務めていた。しかし、市長の古谷義幸が、会長職を民間に譲りたいとの意向を、表明。2007年5月には、民間から公募した会長が就任した。これを機に協会を、 市から独立させる動きが進められ、2007年12月には、それまで市庁舎内にあった事務所が市の敷地に出展したファミリーマートの店内に移された。2009年7月には任意団体から一般社団法人に移行した。法人格の取得で多様な事業展開が可能となったことから、2009年10月には、肌野の,の PR キャラクター、 丹沢肌の三兄弟の次男、昇る君が天守という名目で、協会直営のネットショップを開設した。取り組みが評価され、2012年には、県主催の第3回神奈川観光大賞で、審査員特別賞に選ばれた。2015年9月22日に、小田急電鉄肌の駅構内に観光案内賞、移設、市内のイベントや登山関連の情報、 観光情報などを案内している。英語やスペイン語での対応が可能なスタッフのほか、都内のホテル不足で中国人観光客が宿泊場所を求めて、肌の市を訪れる例が目立つことから、これらの観光客を地元観光に誘導するため、在日中国人学生も採用した。この観光案内所は、開設後、約5ヶ月間で4000件を超える対応実績を挙げている。 事務所は、秦野市役所に視聴者前の敷地に立つファミリーマートに併設されている。店舗の裏口にあたる位置に事務所の入り口がある。奥には東庁舎が見える。事務所は、秦野市役所の敷地内に出店したファミリーマートの建物に併設されている。ファミリーマートでは観光協会推奨品の販売を行っており、 開店翌年の2008年には566万円の売上を記録している。建物はファミリーマート側の所有であり、観光協会は家賃を支払っている。ありがとうございます。